インバネス・カレドニアン・シッスル FC は英国スコットランド北西部の都市インバネスを本拠地とするサッカークラブであるスコティッシュチャンピオンシップに所属している。1994年ハイランドフットボールリーグに所属していたカレドニアン FC とインバネス・シッスル FC の2つのクラブが合併しカレドニアン・シッスル FC となりスコティッシュフットボールリーグに加盟。 両方のクラブのファンは合併に反対したが合併された。1996年にインバネス議会の要請でクラブ名にインバネスが加わり現在の名前になった。2008年2月9日のセントミレン FC 戦でキャプテンのグラントマンローがクラブ通算選得点目となるゴールを記録した。2014年3月16日スコティッシュリーグカップ決勝に進出したが PK 戦の末、アバディーンに FC に敗れて、準優勝に終わった。2015年5月30日、スコティッシュカップ決勝で、フォルカーク FC に2-1で勝利し、初優勝を果たした。インバネス CT は、クラブ史上初の欧州カップ戦となる UEFA、ヨーロッパリーグ2015から16出場権を獲得した2016から17シーズンは回へ、低迷し、 最終順位を最下位で終えたことにより二部降格が決定した。中、選手の国籍表記は FIFA の定めた代表資格ルールに基づく。ありがとうございます。